東京メグロ。ガゼットの歴史が始まった場所。1980年に誕生したライブハウス6名館。ガゼットは結成した10年前、2002年3月10日にここで初めてのライブを行った。もう初ライブは18人で、で次の日も同じ場所でライブやったんですよ。でその時11人だったんです。もう見る見る減っていくのは感じてて、第一印象はあれこんなはずじゃなかったっていうところですかね。正直ですよ、ガゼットやる前にほらココが違うバンドやってたんで、その時よりも動員が少ないっていう、まあまあ辛かったです。やっぱ最初はね、やっぱライブの本数も多かったし、機材車でこうグワーって無理やり回ってましたね。車で寝たりとかするんですか？車で寝たりってもう基本ですね。止まる金ないし、常に機材車に寝袋があって、まあ俺寝袋家から持ってきたんですけど寒かったですね。今までその一桁だったバンドがなんか急にこう30人ぐらいかな、今覚えてる中で30人ぐらいの動員を記録したことがあって、その時はもうなんか変な確信がありましたね。30人でもうこれ売れるなっていう言ってましたからね、その時メンバーで、あこれ来たなっていう。で今から考えると何も来てないんですけどね、変な自信がありましたね。結成当初ドラムズの会は別のバンドのメンバーとしてガゼットを見ていた。会とガゼットとの出会い、周りの他のバンドのこう人からガゼットいいよっていう話だけはすごい聞いてて、でまだこうライブを見たことがなかったので、あこれは見とかんとなと思って見た時に、まあ衝撃でしたね。当時、まあ後から聞いたんですけど、まあ80、90人ぐらい動員をしていて、イベントだったんですけど、当時80、90ってすごい数だったんですよ。本当に自分たちのライブ、自分がバンドやってる時とかはもう5とか10とかも当たり前の世界で、でも90とかのメンバーモンスターバンドだと思ってたんだけど、もうあこれはすごいなと思って、で初めて見て、まあ、その入るとかっていう以前の話だったので、悔しくてしょうがなくて、なんかかっこいいなっていう、もう正直認めるしかないなっていうかっこよさは当時ありましたね。当時の自分から見て、今見たらまた違う感情があると思いますけど。じゃあ一緒にやりましょうって話がその後して、その後はまあちょっと横のつながりの情報でガゼットのドラムが辞めるみたいだという話を聞いて、でそのちょうどいいタイミングでルキと知り合うきっかけがあったんですよ。でまあ、それもライブの会場でなんですけど、まあ、ルキと知り合って、まあ、電話番号をこう交換するぐらいまでしか行ってなかったんですけど、あんまりこうろくに喋りもせずで、ちょっとこれはもう思い切って電話してみるかなと思って、でルキに、電話をして、まあ、いきなりこう入りたいっていうのもちょっとね、誰だよお前って話になると思うので、またちょっとライブ一回見に行きたいなっていう話をしたんですよ。だからパスを出してもらえないかって話をしたら、まあ、ルキの方から誘ってもらえて、じゃあぜひっていうところからスタートですよね。告白みたいです。いやねすっごい覚えてますよ。ちょ電話切った後ちょっと震えましたもんねやったっていう、こうしてドラムスに会が反応した。
新たな楽曲を制作してはライブを重ねる日々、徐々に動員を増やし、その名を広めていく。だけでなく、熱狂的なステージを生むバンドガゼットへ、演奏者へ敬意を表する。ヘッドバンギングやダイブが観客の中で加熱していく。やっぱ普通に過ごしてたら頭振る機会なんてないし、叫ぶ機会もないし、やっぱ本当ストレス発散にもなるし、なんかライブでしか作れない絆みたいなのがあると思うんで、まあそれがうちのガゼットのファンはすごい強いと思うので、そこはありがたいですね、うん、自分もその袖からステージまでに歩いてく最中でやっぱ普段の自分とは違うし、だからファンの子もなんて言うんだろうね、あの暗転した時にスイッチが入るというか、うん、だからあんなに暴れたりとかあんなに声を出したりとかするんだろうし、うん、昔はもっと自分もなんだろう考え方が若かったから、なんかもうどんどん来いみたいな、もう盛り上がって盛り上がってもう圧倒された場を作って、それがもうガゼットとしてそういうイメージになりたかったんですよね。その危ないバンドっていうか、やばい このガゼットのステージが始まったらその場がもうすごいことになっちゃうみたいな、そういうのがすごいかっこいいと思ってたし、今それが全てじゃないっていうか、それだけじゃやっぱダメだったし、大きいところ行ったらもうそういうのね、やっぱりなくて もうバンドの力で見せられなきゃいけないし、あの頃はやっぱファンに助けられてたかなっていう、ファンの勢いでも本当にあの時どんだけ演奏をミスったりこうちょっと変な感じになっても多分分かんないぐらいそのどっかんどっかん言ってたので。